はい、始まりました。アツです。コウセイです。ごめん流せなかった今の、今の何、ちょっとふざけました。ちょっとふざけ、うん、ちょっと話してるからちょっと置いて主人公今日のゲスト僕が散らかしてますSNS を使って、うん、応募してくれてオーディションに残ってくれて出てくれたと、うん、でじゃ あのお名前をお願いします。はい、タイガです。おーい、タイガです。今は、はい、ちなみに何をやっとるんでしょう。今は、うん、一応大学生 で休学中で漫画を描くためにちょっと上京をしまして、うん、で、まあ、アシスタントに入るためにこっちに来たんですけど、うん、まあ落ちてしまって、うん、アシスタントに。そうなんですね。じゃあ今の中ではしてない。そうですね、今アシスタントしてなくて、はいはい、今はそのバイト、うん、バイトをしながらリフォームのバイトをしつつ、うんまあ、イラストのお仕事をしたりとか、うん、すごいね、それは何でもらえたの。そうですね、うん、そうです、なんかアパレルの、うんまあ、イラストのお仕事だったり、うんうんまあ、個人からの依頼をツイッターとかでツイッターとかなるほど、ね、インスタとか、まあうんうん、メールとか、まあ、知り合い人伝いとかそういうので依頼をいただいて、うんはい、あとは、まあ、この企画で知り合った人たちのつてで、うんまあ、ちょっとアシスタントやってやらせてもらったり。最近じゃない。そうです、本当にもう、すごいね。ここ最近仲良しじゃん。もらったりとかして。いいよね、でもすごいね、俺はすごく嬉しいけど、うん、そうで、大学を、まあ、出て飛び出してきたんですけど、まあ、少年漫画っぽいなそうで漫画を描く、うん、それで実家からの仕送りも全部断って、はい、自分のわがままだからっていうので、えらやっね、もらえるものは全部もらえいいの。いや なんかねなんかね、みんな偉すぎて偉いよね。俺マジでゴミだなと思ってすごい光って飛び出してきたものの、うんうんまあ、仕事も、ね、少ししかないし、もうとにかく貧乏を極めてまして、もうね、ご飯も全然、あ、じゃあ定期 のお仕事ってのはしてないって感じなんだ。アルバイトだけですね。でそれもそのリフォームの仕事なんですけど、うんうんうん、そのマンションから引っ越しをする人がいないと仕事がないので、うん、もう本当に仕事がない時は安定してないんだ。そう、全然なくて、めっちゃ最悪じゃん。そう、でも仕事がある月はもうバカみたいになる。マジ絵が描けねえよっていう。そうそうそう、全然安定しなくて、その安定しないのきついな。そうですね。そう、ただめちゃくちゃ絵うまいんですよ。大学、え、コウセイ君もイラストの仕事してるよね。はい、あ、譲ればいいんだね。お前やってくださいよ。いや、ぜひいただきて。全然渡しますよ、もう。大学君どう？いや、だって明らかにうまいから多分喜ばれると思う。でもまだアシスタントもしたことないんだもんね、うん、そうですね、ちゃんと。いや、でもアシスタントぶっ飛ばして自分でも描ける技術はあるんですよ、もう。じゃあ何をきっかけで漫画が好きになって描き始めたの？もともとは僕は漫画を買ってもらえる家ではなくて、ゲームもなくて、遊び厳しめの家ですな。まあ、そんな厳しいわけじゃないんですけど、まあそんな感じで、一応なんか習い事とかやってたんですけど、はいはいはい、まあ、遊び道具というか、時間を潰すのが、まあ、絵を描くこと、紙と鉛筆で、うんまあ、それをもう遊びとして、すごいね、なんかの影響で描くられてるよね、もう。そうじゃなかったですね、僕はもう気づいた時からもう描いてました。アニテレビもダメなの？いや、テレビも全然見てましたけど。あ、じゃあそれを真似してるぐらい。そうですね、アニメとか、あと友達から漫画を借りたりとかして、ね、友達の家行った時に見せてもらったり。あ、で、そいつが、うん、そのめっちゃ漫画をもう描いてたんですよ、うん、で自分でゲームとかも作ってて。なるほど、出た出た。なんか聞いたような、みんな漫画やっぱやさ、そういう友達がいるんや、ね、いるよね、すごいよね。その友達がもう天才的に話が面白くて考えで、キャラクターもすごい作ってて、おーおー、で、僕はあの絵が描ける、まあ、絵を描いてたんですよ。で、うん、その友達と仲良くて、うん、で、いろんな漫画とかゲームとか僕持ってなかったから、うん、そいつの影響で全部知ったりやるようになったりして、うんうん、で、そいつが漫画描いてるのすごい好きだったんですよ、面白かったし、うん、で、うん、学校でもすごい人気で、いい仲間だね、うん、そうで、僕も気づいたらもうそいつと一緒にその、うん、そいつが考えたキャラクターを僕が
僕の絵で描き起こすみたいなのを自然とやってて、めちゃくちゃ楽しいよね。そのまま中学校も一緒に上がったんですよ。はい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 、そちょうど爆漫画俺らじゃんですよ。もうね、そう、そうそう、もうまさに投影しちゃうみたいな。そうだね。それで今のこう漫画道ちゃうんですね。ちょっと寂しいっす。違うね。そう、それで、まあ、僕らも、うん、あの漫画家になれたらいいなっつって、うん、でとりあえず、うん、その、うん、ペンネームとか2人の名前を合わせてペンネームを作って、僕が絵を描くからお前が話を考えてって言って、うんうん、もうここまで最高の流れじゃん、ね、え、どこで事故るの？事故れ事故れじゃない、いやないのね、いつ事故んだよ、いつ事故んだよ、その語り的にね、ちょっとへこまないとあれかなと思ってそうで、授業中とか塾行ってる時もずっとそいつと一緒にその作ったキャラクターを描き続ける、はいはい、でもちゃんと漫画の形にしたことはまだなかったの、そんな、あ、なるほど、ただストーリーを考えてキャラクターをひたすら描き続ける、うん、はい、それでもう何百人も作ったんですよ、キャラクターを。すごい、ね、すごいな長期連載すごいな。あ、連載を書いてたの？え、みんなに友達見せたりするの？そういうの見せてましたね、絶対楽しいやつ、ね、3部作ってか、ね、ジョジョの大作ジョジョの大作ってた、大作だな、すごいね。そう、まあ、そんな感じで、まあ、高校受験が近づいてきて、はいはいはい、で、もともと僕は普通科の高校に行こうとしてて、うん、で、まあ、勉強してたんですよ、塾で、うん、まあ、絵も描きつつ、うん、したらその入試の願書の提出の直前に、うん、そのたまたま塾の休憩時間に、うん、その高校の一覧をパラパラっと見てたんですよ、うん、そしたらその中に美術科っていう項目を見つけたんですよ、なんだこれはと思って、で調べたらその入試で絵を描いて入れると、うん、はいはいはい、はい、で入ってからも絵で成績をもらえる、なるほど、もう理想的やんけ、ね、今までは落書きしたらいつも怒られてたんですよ、はい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 、で、まあ、ところ構わず落書きをしてたので机に描いちゃ消させられはいはいはい、宿題のノートに描いたら、おかしい、おかしい、え、机に描くノートじゃなく机に書く、もう教科書、それは消されるから教科書ノート真っ黒で、もう最終的に机にまで書いて、うん、机の書き心地がまたいいんですよ、なんで消すんだよみたいな言い方したけど、いや消すわ机ね、書きやすい、いいのが書けるんですよ、分かる、やっちゃってたからね、まあ、それで怒られてきた人生だったので、うんうん、まあ、それで評価をもらえる、成績ももらえる、ここ行くしかないじゃないかと、うん、でもそこ行って机に書いても怒られるけど確かに、まあ、でも他に書く場所がいっぱいある、うんうん、まあ、そこで書く時間がね、うん、すごいできるっていうことですね、高校は美術科の方に進んで、はいはい、でもそいつは普通の高校に行ったんですよ、あ、そうか、俺もどっちか高校そっち系なんですよ、あ、そうなんです、うん、美術系、美術系、うん、そうで、そこでそいつは別れてしまって、あららら、そっからちょっとずつ連絡が取ってってはいたんですけど、うん、一緒に絶対漫画家になろうっつって、うん、俺は美術家で絵を勉強するから、うん、お前はストーリーを練れっつって別れたんですけど、はい、ちょっとずつ距離が離れていっちゃって、あ、え、その友達は今？今はもう全然普通の大学行って、もう普通に就職し、もう決まってます、あ、ここ探さなくていいのね、まだまだちゃんと繋がってるのね、よかった、いやいやいや、その あの人を探してくださいって番組じゃないSNS の力使ってるのじゃないよね、あ、よかった、全然つながりはあるからそ、あ、そうなんですね、で美術科の高校に行って、で絵の勉強しようと思ったんですけど、うんうん、まあ、間違えて彫刻の方に進んでしまって、うん、で俺アニメーション科行ったのえ、また似てるのどういうことだ、え、俺がおかしいのだんだんそんな風になってきた、みんな、うん、あれみんなちょっと普通じゃないぞ、なんかあえて遠回りする遠回りあえて遠回りをする、その彫刻やってるから立体物作るのめちゃめちゃ苦手だったんですけど、まあまあ、まあいざやってみたらめちゃめちゃ面白くて、で初めて作ったのが、うん、その中学校の時に その友達と描いてた漫画の主人公の実物大の胸像を作った、実物大すごいよ、でかいよ、ね、楽しそう、それがめちゃめちゃ楽しかったんですよ、と同時にその、まあ、今まで絵を描いてた時は人の
体の形とか、はい、結構分かったつもりで書いてたけど立体に起こしてみると全然、ね、分からないところが多くって、ね、で全然楽しかったんですけど分かんなかったんですよ、うん、だからこれが分かるようになったら、うん、立体を使えるようになったら絵も上手くなるんじゃないかなと思って、うんうん、でそのまま彫刻を勉強するようになって向上心の塊やからでもさでも彫刻やってたら、うん、もう漫画のことちょっとずつ忘れて忘れちゃった忘れちゃったこれみんなよくある落とし穴どんどん本当の目的を見失うやつ。いやその面白いね。みんなそんな。なるね。そのまま彫刻で大学も行っちゃったんです。なんか今まで聞いててさ、目的を決めてまっすぐ行くの俺だけじゃない。確かに。俺周り 、うん、見えないようにしてバーってこう最短を行くっていう歩き方をするので、うん、効率重視なんでみんな変な方向行っちゃうよね行くねすごい俺はもう花から漫画じゃなかったね最初が、うん、それた先が漫画っていうのそれそれた先やったよそうですねそうで彫刻で行ってたんですけど、うんまあ、ある時その先輩から、うん、こんな賞があるけどお前出してみたらって紹介されたのが、うん、そのマーベルマガジンマーベル漫画賞っていう、うんうん、なんかアメコミ好きなんですよ、はいはい、それもそれはいつからそれは高校の同級生の影響でアメコミを好きになって、うん、あの映画も見るようになって、はいはいはい、コミックスも読むようになって、うんうん、で日本の漫画もめちゃめちゃ好きなんですけど、うん、そっちにすごい影響を受けて、うん、で美術やってたっていうのもあってデッサンがすごい好きだったのですごいリアルな描写をするアメコミが好きだったの で、うんけどね、そうそうでそういう絵を描いてたんですけど、まあ、こんな賞があるから出してみたらっていうので、はいうん、ちょっと出してみようかなと思って出してみたんですよ、うんうん、でそれが賞をいただけて、うん、もう賞取っちゃってますよ、ね、卒業ですいやいやいや違うよねいや違う違う違ういやもうほんまだからすごい実力者ではそうだよね、うん、だけどまだアシスタントにもなったことない落ちちゃったってそうそうそうやっぱ何かが足らないんだろうなとは思う、ね、いやでもその後もう一回そのマーベルの賞を出して、うん、出してるんですよその1回目で賞を取って、はいはい、それがそれは乗ったんですよ、はい、お父さんでも僕はもうあのほぼお父さんみたいなうちの息子の名前タイガっていう一応名前だけ乗りました名前だけだ名前だけの方でそうで2回目取れ賞いただけて、うん、2回目も賞取ったすごいねもう賞を2回取ってるんですよ、うん、やることねこれなんしょそういえば、うん、漫画を描きたくて美術を始めたと思って、うんはいはい、もう彫刻やってるより、うん、もうお金も時間も労力もすごい彫刻はかかるので、うんまあ、そんなことして中途半端な気持ちでやるんだったら、うん、その漫画の方に全振りをしてやったらいいかなっていうことで、はいはいはい、こっちに上京してきて、やっとで戻ってきた、うん、そうで1回目賞をいただいた時に担当さんもはい、ついていただいて、うん、それでそのつてで、うんうん、こっちには来たんですけど、うんうん、まあ落ちてしまったっていう、ね、そっかあでもそうか話ちょっと戻るけどえ何きっかけ一番好きな漫画って何なの？そうですね小学校、うん、中学校の時に一番絵で影響を受けたのは、うん、ワンピースブリーチですねへぇーやっぱすごいなあそうなんだ、うん、でもワンピとブリーチってだいぶ違うね、うん、そうですね、うん、ブリーチリアル系そうだねそう入りはワンピースで、うん、そこからブリーチの方にちょっとずつシフトしていった感じですね、はいはいはい、あスタイリッシュな方にもうめちゃめちゃかっこいい、めちゃめちゃかっこいい、憧れ、はい、もうアクションすげー好きそっち系っすもんねそうですねそこでリアルの描写っていうのに、うん、魅力を感じるようになって、うんうんはい、でその先に、はいまあ、あのアメコミがあったということです、うんうんうん、で今一番好きなのは、うん、あの僕のヒーローアカデミアあなるほどもう完全に、まあ、そう方向性向かってる方向性があっちってことかなアメコミっぽいっていうそうですね堀越先生の絵はもう、はい、大曲時動物園の時からすごい好きでいい絵描くよねずっと本当に影響を受けた先生ですねでじゃあ今の段階で、はい、今の自分に足らない部分、はい、ここ強化したいなっていうのはどこにあたりに当たるずっと美術を勉強してきて彫刻をやってきて、はいうん、人間
をひたすら描いてきたんですけど、うんはい、その背景というか、はあ、その人工物だったりその直線的な絵というか、うんうんうん、そういう整理された綺麗な画面っていうのを、うんうん、作りきれないっていうところがあって、ディフォルメの仕方とかもあるからね。そうですね、立体物をやってきたんですけど、うん、絵のことに関して本当に独学なので、じゃあ基礎も含めてっていう形かな、ね、あーなるほどね、絵の強化、背景を描けるようになりたい、説得力のある背景を描けるようになりたい、うん、最終的に指示する側でしょうけどね。そうね、うん、でもある程度でいいとは思うんだよね。完璧にする必要はないし、完璧にするとうちらみたいなね、プロ足みたいなのが必要じゃなくなっちゃうでも基礎は知っといてもらいたいなとは思うので、シリーズ出すようにね。なるほど。あと漫画の基礎としてはネームとかも全然本当に自分で手探り状態でやってきたので、そういうところの、まあ、取っかかりというか、はい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 、最初のうん、考え方とか、そうですね、基礎、うん、なるほど、なるほど、あるからね。あ、わかりました。すべて圧が圧がね、いやいやいや、もう全部全部重い仕事こっちに回ってくる。あ、だから僕はここは明るくしに来ただけです何度も言いますよ、マジでね、そうなのね、頑張りますね、はい、タイガ君、頑張ってくださいね。はい、はい、じゃあ以上です。はい、またよろしくお願いしますバイバーイ。息子の名前もタイガロクタイガくんね。はい、じゃあちょっとじゃあロク、いやいや、だからそれも使わないだから、はい、ね、本格うまがデッサンが、ま、俺よりうん、ダメ、俺書くとどっちかってこっち側によるので、あ、そう、なんか ね、 ね、来ちゃいけない道来ちゃってるよ結局ね、劇画系って、うん、受け悪いくせに疲れるんですよ、描く側。でも、好きで描いてた。そう、好きなだけなんですよ。結局ね、めっちゃ描き込みたくなるんですよ。で、リアルにできた、ははって。だけど、そんなに高評価出ないんで、結構大変な道、劇画作家さんはね。でも、好きなんだよな。しょうがないね。こればっかりは多分ね、描いてる側としてはね、好きでやっちゃってるので、リアルにね。うん、何を教えればいいんだ、何も言うことないですよね、まあ、うん、うまくて、はい、変な企画始まったぞまあ、アツーさんがね、うまいことやってくれると思いますわ。で、終わり、はい、お疲れでした